田です、本日はですね TC2000 つくばサーキットコース2000に来てます。前回ね、1秒3しか出なくて結構まあコンディションも悪くてね、新品タイヤもせっかく下ろしたんですけどちょっと不甲斐ない結果に終わって、でちょっともうスケジュール的にちょっと走れないかなっていう感じだったんですけど、ちょっといろいろ巡り合わせがありましてね、今日2月にちょっと走り出せてもらえることになりまして、でとてもあの走りやすい環境の走行会なんですけど、コースイン同時8台の15分です。もうクリアラップは確実に取れる走行会で、もう己の腕だけです。あとはタイム出る出ないはね、なんで、で、今日、すごいコンディションいいっていうほどでもないんですけど、まあ、曇ってて、今のところ気温も7度。まあ、もうちょっと上がってくるとは思うんですけど、まあ、カンカン照りじゃないんでね、まあ、そこそこな、まあ、条件、前回よりはいいと思いますんで、まあ、タイヤはね、ちょっとだいぶ、もう5箇所ぐらい走ったんで、ちょっと減ってきちゃってはいるんですけど、まあ、ツルツルっていうほどでもないんで、で、前回からちょっと変更した点があって、アライメント、リアもフロントも、塔を開きました。で、前回フロントがね、塔アウト10分ぐらいかな。で、あんまりアウトじゃなかったんですよね。で、リアもほんの気持ち、もう誤差ぐらいですけど、せっかくなんで開きました。で、アライメントしてから何箇所か走ったんですけど、ノーズの入りはとにかく結構いい感じで、で、ちょっとねオーバーステアが出る場面があります。立ち上がりで、あのね結構あのドアンダーっていう感覚が消えたんで、ちょっとアクセルが早く踏めちゃうっていう感覚もあってなのか、まあちょっとオーバーステアっていう感じではあるんで、まあ、あとはちょっとタイヤが垂れてくると結構オーバー傾向にはなってるんで、ちょっとまあ、コンディションも良くて、アライメントも変えて、ちょっと条件は前回より圧倒的にいいと思うんで、で、前回がタラレバが0秒8だったんで、で、まあ、各セクターのベストは更新したいなと、タラレバーのタイムでもちょっと更新はしたいなと思ってて、まあ、全部つなげてベストももちろん更新したいんですけど、ちょっと来年に向けて、今年はもう TC2000 最後なんで、いろいろいい収穫ができる走行になればいいなっていうのと、まあ、ベスト更新はちょっと必ずしたいので、はい。で、15分を2本です。はい。まあ、2本、3本ね、アタックできれば十分なんで、はい。まあ、条件はいいかなと思いますんでね。そうだね。1コーナーはまあそこそこ、まあもっとうまくいくんですけど、まあ、1コーナーより1部屋の方がうまくいってなくて前回。結構多分突っ込みすぎちゃって、ブレーキも離せなくて、もう進入の時にもうリリースして、姿勢作っていきたいんですけど、それがなかなかできなくて、結構前荷重のままきついまんま、ブレーキ残したまんま曲がってたんで、もうちょっと1部屋上手くなるし、あとダンロップのね、進入がね、前回結構余ってたのと、あと止めすぎてたのもあるし、もうちょっとね、アクセルオフにちょんぶれぐらいのイメージで、ちょっとボトムをコース幅すごい広く使ってボトム上げるような走り、なるべくこう打角を入れないでスーッとトレースできるラインでちょっと走ってみるのと、あとはまあ遠赤使ってインにがっつり曲げて乗ってっていうのもありなんですけど、ちょっとそこはちょっと状況に応じてやってみたいのと、あと2部屋のね、あの進入でインにつきすぎるのがあんまり良くないのか、2部屋ってクリップが奥なのと、ちょっとイン側の遠赤グッと切れ込むじゃないですか。なんでそこに焦点を合わせて、クリップ合わせて
進入加速していければ、で多分2部屋も結構アクセル早めで、外側結構広いんでコース、それイメージと、あと最終コーナーはあんまり最初からイン入りすぎないで、ちょっとミドルぐらいから入っていって、クリップのあの縁石つきたいなっていう感じで、それでちょっと、今ね走りを思い描いてるんで、それであとは自分がそこに車を合わせられればタイム出るんじゃないかなとは思うんですけどね。なんか結構緊張してきて、なんか気負いすぎてるんで、前回はね本当あのブレーキ離すタイミングでノーズが入っていかなくてアンダーだったんで、もう本当頭がハテナになっちゃって、全くわけわかんなくなっちゃったんで、ただね突っ込みすぎないで丁寧に行くって言っても、ただゆっくり行くだけじゃ結局意味ないんですよね。ちゃんと荷重コントロールして入るっていうのが大事なんで、ただゆっくりじゃなくて、そこのちょっと見極め、ちょっと感覚戻ってくればいいなとは思ってるんですけど、とりあえずとにかくちょっと走ってみます。ですぐね、もう2枠で間隔も少ないんで、ちょっとあまりにもオーバーだったりしたら、リアの、プリロードちょっと伸ばして緩めて、リアの車高下げて、でしっかり旋回するようにっていうのと、あと、リアの頭を車高を落とすことによってちょっとインになるんで、それでね走ってみようかなと思います。でそう、前回リア下がりだったので、車高がバランスが今回前下がりにもなって、筑波に関しては前下がりがもしかしたらいいのかなみたいな思ってるところもあるんで、ちょっといろいろ含めてとりあえず走ってみます。はい、終わってみてなんですけど、ね
と進入余裕残しすぎるのかな。あとブレーキをちょっと早く離しすぎてるかな。意外ともうちょっとクリップぐらいまで結構リリース強めでちょっと結構残してグッと鼻先入れた方がいいかもしれないな。で、あとちょっとアクセルを待ててないくて、立ち上がりがまあプッシュアンダーというかそういう感じもちょっと出てる気がするんで、そうだな。で、最終コーナーもちょっとブレーキを早く離しすぎて、最後クリップつく手前ぐらいで外行っちゃってるんで、もうちょっとブレーキ残してっていうのと、1コーナーは多分もうちょっと攻めれるかもしんない。いや、なんか難しいな、全然わかんなくなってきちゃった感覚が。ちょっとなんかブレーキ残しすぎて、前回残しすぎてたかなと思ったんですけど、なんか今回はもうちょっと逆にブレーキ残さないと曲がんないなって感じてるんで、難しいな。減衰もちょっと今回締めてはいるんで、むずいな。 80R は結局縁石使っちゃってるし、あー、ダンロップね。どうなんだろう。2部屋もすげえプッシュアンダー、手アンダーっていうか早踏みで、結構課題がある。まだ伸びるけど、むずい。ちょっと0秒台が結構高い壁だな。いや、悔しいなこれ。全然ダメだね。
最終コーナーでなんとはみ出してしまいました。ロガー上でコンマ2ぐらいはマイナスいってたんで、そのまま行けば0秒台突入っていうところでね、ちょっと気合が乗りすぎちゃって、最終コーナーの突っ込みで6速入れちゃって、でそこでアタフタして4速ぶち込んだけど、車が曲がりきってないでアクセル踏んじゃったんで、焦りすぎてもう外に突っ込みコースですよ。でも多分車に傷はないと思うんで、まあ飛び出しただけで済みましたけど、いや悔しい。はい、リザルトはこんな感じなんですが、ちょっとね、2本目からもう気温がだいぶもう高くなってきちゃって、だいぶちょっときついものがあったんですが、一応ベストっていうベストを数字的には更新したんですが、セクターごとの更新はね、セクター3のこの10秒819っていうのは更新しました。で、セクター1も更新してなくて、25秒0か、24秒9だか8だか入ってるんで、前回。まあ、新品タイヤだったんでね、あの時は。で、セクターにもね、更新してないね、これ。25秒1がベストなんで、セクター2の。25秒0すら入ったことないんでね、セクターには。セクターにはちょっとどうしても、なんか難しいね。セクター3は、なんとか更新してんのかな、したかな。で、最高速は前回と変わんないかな、175で。ちょっと落ちてるかな、多分。うん。で、感想的には、まあ、このコンディションの中で、なのでちょっとわかんないですけど、結構突っ込み、自分の中ではまあそこそこ突っ込み重視でブレーキを割と残す感じで2ヒート目は結構運転したんですが、そうしたらまあまあまあそこそこかなっていう感じなんですけど、多分こんなにでもブレーキ残して曲がんない方がいいのかと、どうなんだろうっていう感じです。ちょっとね、家帰ってロガーでまた研究してみて、いやでもセクター1が24入らないっていうのがね、いや本当になんか踏ん切りがほど遠いで、しかもこのベストも3本目のアタックで2本目か出してるんで、タイヤがもう多分垂れ始めてる時だと思うんすよね、結構。なのでまだまだタイヤのコンディションと、まあ走行のコンディションが良くなればっていう感じではあるけど、ちょっとでも全然ダメだね。はい、ちょっと悔しい結果に終わりましたんで、ちょっと来シーズンも踏ん切りきついんじゃないのこれ。ちょっと運転を教えてもらいたいね、上手い人に。 TC2000、 はい、そんな感じです。まあちょっと悔しい、残念な
結果ではありますが、今シーズンの TC2000 はね、ここで終了です。はい。